吉田さん、最近は説教することが多くなりました。今までね、ちょっとね、あのー、面談してたんですけども、まあ、あの、ズーム面談なんですけどもね、まあ、結論いろいろ言ったんですけども、その方が言われるのは、まあ、久保さんと、僕にもできることとできないことがあるんですってね、半分ね、ちょっとふてくされて言ってたんですよ。できないことだってあるんですよ。ね。これを強く言われてたんですよ。まあ、悔しかったでしょうね。で、そこで私はね、こういうふうに申し上げました。 うん、できないことをやれとは言わない。でも、その前に、できることは全部やったんですかできることは十分やって、できないこともあるんだって言ってるんなら、もうこれはね、私が言い過ぎました。どうですかと聞きました。そうするとね、できることやってないです、ね。結果、結局そうなんですよ。できることやってないんですよ。まあ、そもそもね、そんな面談を私にさせるぐらいなら、その間に、 YouTube の一本、ブログの一本、Twitter の維持ツイート、できるでしょって話なんですよ。そもそも、私が逆の立場なら、叱られているところを動画で撮ってね、それをアップロードしますよ。もったいない。で、その、まあなんか、コンサル叱られズームでね、感じたこととか悔しかったとこ,こととか、できないこととか、できること、できるのにやってないことを、一つ一つね、羅列して、 それれ一個一個をテーマにしゃべくりまくればいいわけでしょ。何よりもの教科書ですよ。多分分とい,いうことなんですよね。だからできることすらやらずにできないことがあるなんて別に言わなくていいと。まずできることからやっていきましょう。そしてできないことは私もやってません。ね。誰もやらなくていいんですよそういうことは。できないことに目を向けるんじゃなくてできることを一個一個やっていけばいいわけでしょ。うんそういうことですよ。 ね、吉田さんね。うん。まあ、いってらっしゃい。